女子にインタビュー動画っていうのをやっていきたいなと思います。スマートウォッチ、スポーツウォッチ、国内の高級時計、海外の高級時計、どれを男子につけてほしいかっていうのをね見てもらいたいなと思います。はい、本日ですね、初の、女子にインタビュー動画っていうのをやっていきたいなと思います。ということで、僕の優秀なスタッフのねインタビュアーが、東京の渋谷区とかでインタビューしてくれました。でそれを僕が VTR で見ていくというか初の試みになってるんですけど、これをいずれシリーズ化したいなと思います。今回のテーマはですね、こちらズドン、時計について。男の人って時計好きな人多いけど、それで女子はどう思ってんのと、でどれぐらいの価格のやつが欲しいのっていうので4つに分けました。スマートウォッチ、そしてカシオのこういうスポーツウォッチ、国内の高級時計、そして海外の高級時計、この4つをどれを男子につけてほしいかっていうのをね見てもらいたいなと思いますので、一緒に見ましょう。どうぞ。男性につけてほしい腕時計はスマートウォッチ。第2、その理由は何ですか？今つけてる人は、はい、始まりましたね。そうですよね。あー、なるほどなるほど。その機能とか見た目とかで言ってもスマートウォッチって感じです。スマートウォッチ、見た目はスマートウォッチ、その理由はいやらしくない。あ、いやらしくないね。なんかトレンド、トレンド確かに多いですね。僕持ってないから買わなあかんね。なるほどなるほどなるほど。次は機能性ウォッチ、 G-SHOCK とか。いい、ね、その理由は、ね、G-SHOCK ね、はい、あー、なるほどなるほどなるほど。スマートウォッチ、スマートウォッチ人気よね。はい、ちょっと買いに行こうかな。確かにね、フォーマルもカジュアルもいけるっていう感じで。私は似合えばどれでもいいんですか？あ、なるほどね。そうだよね。でも機能性ウォッチの方が G-SHOCK みたいな、はい、これね。それは理由は今のとこ全然下こうへんですね。多分写真的に黒いのが好きなので。あ、なるほど、ね、これが一番。あ、確かにお姉さん今日全身黒ですもんね。そうです、そうです。男性も同じような感じでシンプルな、ね、やっぱシンプルなやつ、ね、あ、高いのつけてるとこっちも高いの、はいはい、つけなきゃダメかな。確かに外します。左手外します。スマートウォッチやっぱり一番人気。外しとこう。スマートウォッチつけてるより一番なんか利便性があるから。ですよね。そのじゃあお隣のお姉さん、これ外します。機能性ウォッチ、 G-SHOCK とか、ね、じゃないんですけど、はいはいはい、ファンとかで、あ、軽度とかなんかそういうの、緯度とか分かるもの、実用的だからっていう感じですか？私も山の。あ、なるほど、同じ趣味が合うってところで、ね、あ、ありがとうございます。なるほどね。じゃあお、国内高級時計。おい、理由は大谷翔平さんが。あー、なるほどなるほどなるほど。これ成功です。大谷翔平さん大好きなんですね。大谷翔平さんもやってるかな。なるほど、頑張ってください。恋してるんだ。5回恋してる。それが一番の理由ってことですね。お姉さん、ちょっとこれロケした前やから、もう大谷翔平さん好きかな。あ、スマートウォッチね。お、相手の今まで行こう見てない。その理由は初の海外時計。はいはい、こだわりめちゃめちゃあるやん。うーん、なるほど、置いてこう、これ。なるほどなるほど。ありきたり。あ、そうですね、みんな選ばれてるから。スマートウォッチが人気みたいですね。じゃあ人が選ばないようなものをつけたらちょっといいかもって思ったりとか、珍しい時計とか見たことないもの。ああ、確かに確かに。男性につけてほしい腕時計は結構4択で言ったら、でもスマートウォッチ、これアップルウォッチ、アップルウォッチとか全体的なスマートウォッチ含まれます。メンズの皆さん、スマートウォッチ買いに行ってください。理由は何なんですか？なんかかっこいい、かっこいい、今風、欲しい。そしたら、なるほど、買いに行きたい。はい、そういう、まあ、会社員の人とかも結構つけてるの見るので。なるほどなるほどなるほど、まあ、最近多いですもんね。お姉さんはどうですか？スマートウォッチ、理由はどういう？スマートウォッチまた？はい、あー、なるほど。じゃあお姉さんは見た目的にスマートウォッチで、お姉さんはどっちかというと機能性でスマートウォッチって感じですか？うまいね。あ、見た目も男性につけてほしい腕時計はこの4択なんですけど、本当新しい。国内か国外、それ理由は？高級時計ね、いいね、本音っぽいね。おしゃれだから。あ、そうですよね、まあそれは一流のブランドですから。私これでいい。スマートウォッチ、左のお姉さんスマートウォッチ、なんかトレックスが、はいはいはい、好き。ちょっと、あ、ちょっとギラギラしてやっぱり見えるっていうのがね、もっとカジュアルというか自然にいた方がいいって感じで。なるほど、お姉さんはスマートウォッチ、やっぱりスマートウォッチで。すごいな。この中にないものでも何かあったりします？普通のこういう、あまり、うん、ブランドとかじゃなくて、時計自体にそんなにシルバーの時計ね、特につけてほしいものはこれっていうのがないって感じですか？男性にズバリつけてほしい腕時計はっていうこの4択なんですけど、これで、あ、機能性ウォッチ、はい、ちょっとつけてるよ。
そう、はいはいはい、イメージ男性らしいかな、ごつっとした感じ、はいはい、男らしさが出る、語られてうざいですもんね。なるほどなるほど。お姉さん、ヘッドホンのお姉さん、こっち、あ、こっち、スマートウォッチ、スマートウォッチね、今一番人気なんですよ。ダントツやな、はい、私はシンプルが一番好きやから。あー、なるほどね。男性につけてほしい腕時計は 1,2,3,4 で言うとどれの、ようインタビューしてるな。1、1のスマートウォッチ、なんか1、サイドとかっこいいとかなく、なんでも、はいはいはい、そうですよね、今多いですもんね。1か2は、その人の服装に合ってたらそれがいい。あー、なるほどなるほど、なるほど。どこやん東京の。スマートウォッチやっぱり一番人気。私高いものつけてなくて、はいはい、なるほどなるほど、確かにね、近づいた気持ちがある方がいい。はいはいはい、スマートウォッチ高いのつけてるって。あギラギラちょっと時計マウント的な、そういうような人はちょっとって感じですね。質問が、男性につけてほしい腕時計はということで4択なんですけども、マダムな雰囲気だ。あ、スマートウォッチ理由は何ですか。やっぱりすごい大きれなかったですね。あ、そんな年代の、なるほどね、かっこいいかなって。下の2つはちょっと人を選ぶ。あ、確かに一番は年齢とか服装とか、誰がつけてもいけますもんね、スマートウォッチはね。月の背落ち、 G-SHOCK とか、はい、ちょっと高級時計だと、はい、ちょっと意識高いと。あ、ギラギラ、はい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 、なるほどなるほど、ね、僕の契約堅実的じゃないよね。私も持ってるし、はい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 、お揃いですよね。そうだから、そう、親近、あ、自分がつけてるから。皆さんコンパニーはスマートウォッチ、いわゆる男性につけてほしい腕時計はという質問なんですが、3番です。3番、普通でシンプルでかっこいい、あの日本大好きな。なるほどなるほどなるほど、日本のためにっていう気持ちが、いいですね、なるほどですね、気が合いますね。飲みに行きましょう。男性ウォッチ、G-SHOCKとか、運動してるんで運動してるし、ああ、ご自身が、はいはい、趣味とかも合うし、なんかこっちの方が男性の手についてる分かっこよ、うん、ああ、男らしい。私も3番、まあね、3番、男性につけてほしい腕時計はと、手前のお姉さんは。スマートウォッチ、名前の通りスマート。あー、なるほど。スマートって多分賢い気に使うかな、その心は。このスマートは外国やったら、はい、ごつすぎるんで上品だし。あー、なるほど、国内、ね、行きすぎてなく、意外と海外こ1ですか、国外の人気ないね。スマートウォッチ、機能性ウォッチ、あ、お姉さんサイト、お、機能性、分かりましたね、綺麗に。ここまでの機能を求めてない。あー、時計としてだけの機能が、なるほどなるほど、はい、ということでね、ありがとうございました。インタビューご苦労さんでした。この方初めてのインタビューやったんですけども、30名の、女子に聞いてもらって、それぞれね、結果発表したいなと思います。結果発表が35人です。第1位がスマートウォッチ20票入っております。で、次が機能性ウォッチが9票、そして国内の高級時計が5票、そして国外、まあ要はロレックスとかそういう系の時計が1票ということになっておりましたので、まあ時計を好きな方ね、多分このチャンネルでも多いかなと思うんですよ。で、まあ海外のね、すごい高級時計持ってはるっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ実際これ女子が手につけてる高級時計を見たらちょっと話変わってくるかもしれんけども、一応いった、まあ、ボードのインタビューでは、まあ、国外よりスマートウォッチが人気でしたということにはなっておりましたが、実際飲みに行ってね、ここにすっごい大手間ピケとかロイヤルオークとかつけとってキラッキラしとったらね、なんか素敵ってなるかもしれんけど、こういう感じでやらせてもらいました。次回とかはね、いろいろ白 T の、まあ、メンズに来てほしい白 T とか、あとはアクセサリーとか、まあ、そういうところもね、あの僕の男子だけの見解じゃなくて、ちょっと女子の意見も学ぼうよと、で僕も学ばせていただくので一緒に学んでいこうよというスタイルで、こういうインタビュー動画とかもやっていきたいなと思ってまして、またさらに他にもね、その海外の方に向けてっていうのもいずれやってみたいななんて思ってますので、まあ、もし他にもこんなんやってほしい、あんなんやってほしいよっていうのがありましたらね、ぜひぜひ教えてください。ということで、今回の時計の第1位はスマートウォッチが人気ということになってましたので、皆さん急いでアップルストア行ってくださいということになってました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。